どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで、久しぶりに収録していきましょう。今回はですね、ジュニオンコラボ、ジュニオン、知ってる方は知っている、弱小実況者連合の、コラボになります。今回は、桃坂新さんからの、からのじゃねえわ、との、コラボになります。よろしくお願いいたします。今回はお互いに選手を作り合うという、ある意味対決のようなもので、対決でありな、あるいは、協力コラボでもありみたいな、そんなノリでやっていきたいと思います。行きましょうか。サクサクセスでお互いを作り合うコラボ、行きましょう。とりあえず、目標としてはお互い投手バージョン、野手バージョンで、お互いを作り合うということで、僕は桃坂新さんを作っていきたいと思います。で、条件は天才カードなし、強化系カードのみで、作っていきたいと思います。かつ、一発勝負、わざと死ぬのはなしということでね、そういう感じでちょっとやっていきたいと思います。右投げ右打ちの投手のね、スリークォーターあたりにしてみたいと思います。14番。チームどうしようかなー、なんか全く考えなかった。とりあえず、じゃあ、だな。とりあえず巨人で行ってみましょうかね。で、狙いはどうしようかな、いろいろあるんだけど、本格派狙っていこうかな。球速スタミナでいきます。これでいこう。球速変化の方が良かったかな。ちょっと迷うんですけど、とりあえずやってみましょう。いきます、ステージ1。さあ、初期状態はいかほど。ナックルカーブはでも嬉しいかもしれないね、初期状態。よっしゃ、じゃあやっていきましょう。いやね、なかなかちょっと、取ろうと思ってなかなか取れてなかったんでね、ジュニオンの動画。はい、玉持ち、いいじゃん。なんでちょっと今回はね、ちょっと取っていきたいと思います。どうしよう、球速、赤、しょうがないか。ほい。球速ダウンの1アップ。やる気上げなきゃいけないからな、最初は。とりあえずいいでしょ、最初は。ステージ2、こっから。いやー、いきなり、回復は嬉しいんだけど、1しかちょっと、増減幅がないからしんどいわ。球速アップ127。スタミナアップの、やる気は下げたくないな。でも下げなくて済むかも。こう下行っちゃえば。こうすればいいのか。で、選手に合う。はい、田口選手。緩急の、変化球。来た。じゃあ上行きましょう。よいしょ。で、こう行って、で、シャッフル。ナックルカーブが伸びて、マジか。我慢。もうしょうがない。ゴール。やる気上げて、ノリノリ引くしかねえな、こうなったら。あるいは普通ってか、好調以上は維持したいんだよね。オッケー。隣来ました。ただなぁ、ちょっと微妙っちゃ微妙なんだよね。まずはやる気上げて、で、普通なんですけど、それでもって。よっしゃ、オール青、いただきました。で、選手にやる。マイコラススタミナアップ。で、いいね、回復。今、来てるかもしれない、流れ。いや、どうしようかな。結構いい感じにね、まっすぐがちょっと青で、変化球も2種類あってって感じで、球速超人に136キロ、OK!さあ、そして、マチソン、ナックルカーブ伸びて、大回復。この大回復はでかいんじゃない?正直。で、ここちょっともう大きく取っちゃって、はい、第二つ目が高速シュート。なるほど、球速があればなおよしと。宝箱。取り行きましょうかね。2とかちょっと。せっかく疲れてきたのに。球速超人ね。オッケー。ちょうどいい感じに伸びてきましたね、スピード。どうしよう、上行こうかな。ほい。よし!で、次の回復はコア、回復っていうか、シャッフルでいきましょう。はい。これで、回復、よし、回復、どうしようかな。ステージ3で体力使いすぎるとあれなんだよな。でもいい、行こう。変化球ちょっと取れるときに取っとかないとこれダメだと思う。はい。ナックルカーブ4つ目の、ちょっと体力本当にやばくなってきた。やばい。ジンクスなんだよな。ステージ3で体力なくなりすぎると、後々辛くなるから、やっぱり。温存は大事なんだよな。そうなると、野球超人でいただきました。変化球伸びろ、伸びた。野球超人で引いたのはいいかもしんない。で、よいしょ。コントロールも。どうしようかな、これ。まず変化球、こうだ。第二種変化球。かぶりやがった、くそ。これやだな、かぶるの。せっかくいいの引いたのに。うい。9回復の、さあ、カレンさんがどこに来るか。ゴール前。1、2、3、4、5、6、7、8。閉じ込めてる。行った方がいいかもしんない。どうしよう。まずやる気上げてからかな。野球マン来ちゃったか。いっか。野球マン来たとしても別に今回は6号もなかったし。ただ3号っていうのがちょっと運ねえな。近いから会えないことはないだろうけど。はい。じゃあカットします。はい。さらば。来た。よっしゃい。会えた。うい。
よっしゃ、とりあえずコントロール上がって、で、よっしゃ、虫歯ネアを、理想的。じゃあ帰り道ちょっと行きましょうかね。急速上げて、150は行きたかったけど、あ、行くな、これ、とりあえず。はい。選手に会いたかった。で、これちょっとダウンは怖い。はい。あ、でもいいね。よしよしよし。それなりの体力回復には、成功したかな。しかもやる気も上がってるし。さあ、干して、シャッフル。ちょっと赤が、多かったんで。どうしよう、上行こうかな、まず。はい。金縛り。カレンさん来てからのが良かった、本当に。一歩遅かった。しかもちょっと危ないし。ま、とりあえず。だからな、2とか。安い回復が。どうしようかな。下行った方がいいか。カレンさん行くからな。とりあえず、でも先に宝箱とかの方がいいと思うんだよね。こっち。はい。コンスタ SS さん。あ、以前作ったね。逃げ玉。いいね。特殊能力も。さあ、ここで、どうしようかな。変化球超人伝とか嬉しいかも。よっしゃ理想的。おい。第2周変化球、シュートが伸びると。で、これでまあ、被ってるとはいえど、一応総変化量は10いったと。いうことで、これ11カーブ方向。でもカレンさん怖いんだよな。1、2、3、4歩だから、いけなくはないんだよね。ただちょっと、遠回りしてった方がいいと見た、これは。これで、こっちから行った方がいい。多分、青の多さ的な問題で。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。あ、足りない！くっそ！じゃあ、こっちか。ここで選手にやって、おい、岸田選手、スタミナアップ A の、これ、ハテナでこれね、大現象を踏む気がするんだよね。予感だ、あくまでなんかね、もう、一人のなんていうか、その予感というか、やばい！あ、大丈夫か。カレンさん、多分来ないよな。こっちへ、これ、なくはないけど、しばらくは大丈夫なはず。1、2、3、4、5で最後、急速上げて終わろう。ほい。で、こうして、で、残り、あ、でもこっち、選手に会うか。でもなんか嫌な、踏みそうなんだよな。なんでやめます。怖いから。で、これで、ゴールと。なかなかいい選手になったんじゃない？ただな、これ、シュートが被ってなきゃなお良かったんだけども。そこはちょっと残念な感じはしますがね。まあ、とりあえず完成としましょうかね。いい先発になったじゃない。なかなか、ナックルカーブとか、結構いいのが引けて、よかったよかった。じゃあ、先発タイプで。とりあえず、どうしようかな。編集して、お互いちょっとなんかそれっぽい感じにしときますか。もうお互いって言っても向こうわからないと思う。どういう選手になるかわかんないですからね。まあ、桃坂さんがね、どういう、人かっていうのはぜひちょっとその本人のね、チャンネルを覗いていただければななんて思いますけども。髪分けてる感だよな、多分イメージ的には。髪分けてる感、分けてる感、あるか？なんか左右で、結構長髪な方かな、女の子で。女の子でねえかな、髪分けてる子。いわゆるなんか、あるある。あるじゃん。で、ちょっとなんかあんま長くない感じで。どうしましょうかね。これ男になっちゃうんだよな、これだ。あ、これいいね。これで、左右変、反転はできないんだ。まあ、それはしょうがないかな。とりあえず、黒にして、で、ちょっと、眉毛は柔らかい感じで。で、目もちょっとまあ柔らかい感じで。釣り目じゃない方がいいな。そしたら垂れ目ぐらいで。うん。あ、これいいかもしんない案外。で、メガネつけておこうかな。装飾品メガネで。これかな、シンプルに。で、とりあえず黒縁にしといた方が。で、こんな感じでいいかな、ざっと。で、先発タイプは間違いないでしょう。ということで、じゃあ完成。ほい。こんな感じでいかがでしょうか。とりあえず投手は完成いたしました。さてさて、お次は野手ですね。野手はどんな感じになるのか、よく見たらこれ、野手能力高えな。これはこれで良かったかもしんない。まあでもいいんじゃん。157キロって結構なスピードですよね。良かったと思います。それじゃあアップロードしておきましょう。はい。番号こちらです。ダウンロードの方をよろしくお願いいたします。というわけでね、野手編も同じく強化系のみでやっていきたいと思います。お楽しみに。やべえ。ちょっと待ってね。連続で収録してると、まあ、喉が。すいませんね。というわけで次回行きたいと思います。行きましょう。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。